この阿佐ヶ谷の駅前も大きな水害に見舞われました。この阿佐ヶ谷の駅前の下水道工事を行うことによって、阿佐ヶ谷駅の周辺の水害をなくす。石炭を燃やしたり、石油を燃やす、すなわち可燃するということは CO2 を出すだけであります。これが環境を著しく悪化させていく。こういうものでは持続的な経済成長、また私たちがこれから50年後、100年後生きていくということが可能であるのか、そういうところまで考えて、この先端の社会を作る分野についてのしっかりと後押しというものをさせていただいております。一つ例を出させていただきたいと思いますけれども、電力であります。今電力は皆様方当たり前に、電気料金を払えば、いつでも電気を供給していただけることになっておりますけれども、各家庭で太陽光パネルをつけて電力を発電して、そしてその余った電気を今度は電力会社の方に売る、すなわちその電力会社がこの太陽光で発電をしたエネルギーをその違う方々に提供することによりまして、次はこの二酸化炭素の排出を抑えていく、こういう取り組みを来年の4月1日から行わせていただくように、今回の補正予算で準備をさせていただいて、